おや、お主は先日の。ああ、こちらにいらっしゃいましたか。モンティシェーニュ学長、先日は大変お世話になりました。お主らも来ておったか。いやー、あれは災難じゃったの。どうにか軽い措置で済んでよかったわい。わしは教え子たちのなぜを極力封じたくはないからの。本当にありがとうございます。あの後バルデシオン文館の方にもいらしてくださったとか。うん、ガラフやルイゾアの孫たちに会いたくてな。まったく大きくなったものじゃ。サーモン会での受け答えを聞いたとき、ジジイを代表して泣くかと思ったわい。お主もこの子らやあのマトウやババアの弟子まで連れて、よくもまあうまくやっておる。うちの教授たちにくせ者の扱い方を一つ伝授してほしいくらいじゃ。学長、折り入って相談なのですが、哲学者議会の思惑や重大な役目というものについて何か教えてもらうことはできないでしょうか。残念ながらそれはできん。わしも議員の端くれとして決定に従うことを誓っておる。あるいは話そうと思ってもできないと言った方が正しいかもしれんがの。わしらが代々継いできた使命は果てしなく重い。不用意に明るみに出れば世を大きく混乱させかねないものじゃ。よって議会の承認を得なければそれについて話せないという秘匿の魔法がかけられておるのじゃよ。そんなことができるものなの？あでは久々に講義をするとしようかの。みな席に座りなさい。おほん、ではまずエーテル学の基礎をおさらいしよう。我々のような生命が有するエーテルは大まかに3種類に分かれておる。魂、記憶、そして見事、正解じゃ。多くの人にとって最も身近なエーテルはまさにその生命力じゃろう。魔法を使うことで発散させたり、食事から摂取したりと日常的に消費と補給を繰り返している。とても流動的なものじゃ。一方で魂はそうそう変化をすることがない。そして記憶は魂と固く結びついているのじゃ。
あくまで例えじゃが、魂を紙、記憶をそこに書かれた文字と考えると分かりやすいかもしれんの。さて、そこに記憶と同質のエーテルを強く放射したらどうなる？下に書かれた文字が、記憶が読めなくなる。まさにそういった理屈で、記憶を封じたり、それにまつわる行動を制限する術があるのじゃ。実は近年、この現象が大規模に発生した事件があった。何かわかるかね？第7霊祭だ。エオルゼアの人々はダラガブから現れた竜が世界を焼き尽くしたところまでは覚えているという。しかしその後どう再生したのかについては一様に記憶が曖昧だと証言していた。正解じゃ。それが偶然に起きたことなのか、誰かの意思でなされたのかはわからんがの。しかし記憶に干渉する術はシャーレアンにおいても禁忌のものとされておる。哲学者議会にしても新たな議員に九段の使命を告げた時のみ秘匿の術をかけているのじゃ。それを乱用して民を操るようなことは断じてありえん。どうかそこは信じてほしい。ちなみに、そうして塗りつぶされた記憶が元に戻ることはないのですか？議員にかけられている秘匿の術に限って言えば、議会で9割以上の賛成を得れば解除でき、黙するしかなかった真実を自由に話せるようになる。その機会を得られなければ、正解に帰るまで待つしかないの。正解では、すべての魂が現れる。まずは汚れ、すなわち魂や記憶に付加されたものが消え、ついで記憶が溶けて消えるのじゃ。ごくまれに消えない入れ墨のように残る記憶もあるそうじゃがの。現れた魂はどうなるの？ほどけて無垢のエーテルとなり、いずれ別のエーテルと結びついて新たな魂を形作るとされておる。一方でほどけないままで物質界に流れ別の生命として再誕する可能性についても長年提唱されておる。わし個人としてはいずれかが正しいのではなく、どちらの場合もありうると考えておるがの。さて、お主らを地の深淵に突き落としたところで、今日の講義はここまでとしようかの。
かような理由で協力はできんが、魔法大学学長として見込みある和光度に学びの援助をすることはできる。皆がここフェノメノン大講堂を利用できるよう取り計らっておくとしよう。卒業生のみならず、バルデシオン委員会の協力者についてもな。職員のキー・アリアポーに聞けば、共に切磋琢磨できる学友も見つかろうて。大いに学び、楽しむがよいぞ。
Thank you.
これは。お前たちも来たか。勝手にことを進めて悪かったな。でもなかなか壮観でしょ。彼らが名手代行として今回の任務に当たるもの。いえ、帝国との未来を担うものと言うべきかしら。各国から集まったイルサバード派遣団の面々よ。こちらとしても驚くばかりだ。まさかこういった形で再び貴公らと肩を並べることができようとは。ルキア殿。アイメリク様よりこたびの大役を賜った。この派遣が多くの国にガレマール帝国にとっても良い結果を残せればいいと考えている。そのためにどうか力を貸してほしい。改めてよろしく頼む。こちらこそ頼りにさせてもらいます。できることならば過去よりも未来に向けて共に道を探していきましょう。では顔合わせも兼ねて派遣団の皆を紹介しよう。皆集まってくれ。暁も到着した。そろそろ始めよう。ではそちらから頼めるだろうか。わかったよ。僕はアルン・センナ。我が姉カヌエ・センナの命により、三重の幻術校としてグリタニアからの志願者を扱ってきた。ガレマルドにおいて君たちや救助すべき者の命を守るのが僕たちの役目だ。だからギルドの王座から推薦を受けた幻術師たちを連れてきた。ソージャ島からその護衛に当たる者もね。じゃあ次は俺たちだな。あんた断罪島の。ああそうだよ、シカルドだよ。この前はダセえとこ見せたな。どの面下げてこんなところにと思っちゃいるが、帝督から相談を受けたヒルフィルのおじきがお前が見てこいって言うもんだからよ。そこでダダをこねちゃいよいよ断罪島の恥さらしだろ。俺は海賊だ。だからこそ乗った船に命を預けなきゃならねえ。今回は帝国から奪うのもなしにして、船長の言うリムサロミン様の新しい航海術にかけてやるよ。ってわけでカジシとカッチューシを預かってきた。ガレマルドならどんな状態になってても鉄はあるだろう。こいつらがいれば寝る場所でも何でもこしらえられる。グリダニアと同じく護衛役も連れてきてるぜ。ま、生きのいい公平部隊だとでも思っといてくれや。意気込みはバッチリだね。これは私たちも負けてられないな。アラミゴとウルダハからもナナモ様とラウバーンの呼びかけに応じて人が集まってくれたんだ。ガレマルドが崩壊してるなら道を開くのにも人手がいるでしょ。そうでなくてもテロホロイに襲撃されるかもしれない。そんな時に頼れる仲間たちよ。もちろん私とピピンも存分に使って。
久々にあなたの暴れているところが見られそうね。今はどちらかというとシュトラの方が大暴れなんじゃない？魔女様は怒らせるとおっかないって話に聞いてるよ。帝国では厳しい現実が待ってると思う。それでもみんなとあなたたちと一緒にできるだけのことをしていきたいんだ。今度はもっと多くの人に本当の自由が訪れるように。少しの間かもしれないけど、またよろしくね。イシュガルドからも対テロフォロイの戦力および労働力として私を含めた神殿騎士団が参加させてもらう。帝都ガレマルドがあるのは極寒の地だ。雪中での任務とあらばいくらか助言できることもあるだろう。そういった理由で派遣団の総指揮も私が拝命することとなった。不肖ながら尽力させてもらおう。また四大名家、特にアインハルト家の計らいで貴公子にも同行してもらうことになっている。彼らの技術は魔導兵器や帝国製の機器にも通用する部分があるからな。カイトの鍛冶師や甲冑師と共に活躍してくれるだろう。それから貴公らにはもう一人紹介を。エマネラン殿。よう。フォルタン家を代表してエマネランド・フォルタン、ここに参上したぞ。言っとくが、急に強くなってるとかないからな。兄貴が和平を目指すための派遣なら実にお前向きだって押し付けてきたんだよ。そりゃ武闘会の一つでもあれば速攻で帝国人とダチになれる自信がある。なくても正直戦えって言われるよりは自信があるけどな。さすが俺のマブダチ。任せてくれ。涙ながらに留守番してるオノロアにも楽しい話を持ち帰ってやらなきゃいけないからな。以上がグランドカンパニーエオルゼアからの参加者だ。あとは東方連合からも来るはずなのだが、到着が少し遅れているらしい。っていうとドマの忍びの人たちとか？いや、あいつらは広い東方連合をつなぐために奔走してる。飛燕からの伝言によれば、同じくらい頼もしい連中をよこしてくれるそうだが。おいてめえ、俺の前を塞ぐなクソ男。遅くなってすみません。東方連合よりイルサバード派遣団に加えていただくべく参上いたしました。シリナ、それにみんなも。俺たちの草原にはトートやらも出てこなかったもんでな。いくらかはドマだのどこだのに向かわせたが、俺もいい加減乾き死にそうなんだよ。さあ、一番前に出せ。殲滅だ。
サドゥさん落ち着いて。今回はダメです。皆殺しは控えて。噂に聞く草原のアウラ族と共闘できるとは光栄だ。そして後ろにいるのはもしや。はい、ダルマスカ解放を目指すレンテの涙の皆さんです。それから、ボズヤレジスタンスの精鋭だな。どちらも腕が立つ上に隠密活動もお手の物だ。彼らがいれば俺一人で広い帝都を探索せずに済むだろう。ダルマスカにボズヤ、先の戦いで解放されたアラミゴもだが、帝国によって侵略を受けた土地だ。ここに集まってくれた皆の意思を疑うわけじゃない。それでも今回帝都に向かうのはテロフォロイによって被害を受けた同志を助けるためだ。だとすれば、かえって苦しい思いをしてしまう者もいるのではないだろうか。実はね、ここに集まっているのよりも大勢の人が派遣団への参加を辞退してるんだ。多分アラミゴだけじゃなくて他の国でも。どんな理想があったって帝国とは散々戦ってきたんだもの。仕方ないよね。でも帝国と相対してきたからこそ知ってることもある。ガレマールの旗の元にいる人も人だった。許せない奴がいて嫌な思いもいっぱいしたけど、だけどそれだけじゃなかったんだ。ホルドラと話せたみたいに、シドたちがいつも全力で協力してくれたみたいに、あのガイウスが今ウェルリトの暫定政府に協力してるのだって。派遣団に志願したのはそれを体感してきた人、あるいは自分の考えや信念で割り切ることができた人。お互いの未来を考えるには、まず生きててもらわなきゃいけないってちゃんとみんな分かってるんだ。すまない、余計な心配だった。私も思いは同じ。この任務、共に必ずやり遂げよう。では、具体的な作戦を確認するとしよう。我々が目指す帝都ガレマルドは、北州イルサバード大陸の北方、中央山脈を越えた先にある。今回はここアラミゴから、ガーロンド・アイアンワークス提供の飛空艇に乗り山脈越えを決行する予定だ。ただテロフォロイが迎撃してくる可能性もある。彼らが帝国を牛耳っている以上、飛空戦艦を使われることや妨害波でこちらの航行を妨げてくる事態についても考慮しておく必要があるだろう。そこで提案させてもらったのが、中央山脈と帝都の間に広がる大雪原マグナ・グラキエスで飛空艇を降りるという計画です。帝都までは徒歩での雪中行軍となりますが、かの雪原にはもともと物資輸送に用いていた設備や道がある。何より見通しがいい。任務中は飛空艇を防衛し続けなければならない以上、守りやすい場所に止めるのは有効かと。今も各地でテロフォロイの計略に抗っている同胞たち、そして厳しい状況下にあると思われる帝国民のためにも一刻も早い行動が望まれている。みんな迅速に準備を進めてほしい。でき次第の出発としよう。